天書体。天書体は漢字の書体の一種。天書、天文とも言う。講義には、信代より前に使用されていた書体すべてを指すが、一般的には、週末の金文を起源として、戦国時代に発達して整理され、公式書体とされた焦点とそれに関係する書体を指す。公式書体としての歴史は、極めて短かったが、現在でも、 印象などに用いられることが多く、古代文字に分類される書体の中では最も息が長い。金文からさらに字型の整理が進み、一文字の大きさが均等になった。文字の形は天地が長い長方形の字界に収まるように作られる。点角は水平、垂直の線を基本に、円弧を成す字角は速やかに水平線、垂直線と交差するように曲げられる。 画の両端は丸められ、線はすべて同じ太さで引かれる。このため金文と違って上下左右の大きさのバランスが整っており、金弦な印象を与える文字に進化している。一方曲線を主体とするため有機的な趣きを合わせ持ち、独特の雰囲気を持つ書体となっている。また、後世の漢字のように辺と作り、冠と足のように、ぶし分けが容易なのも特徴である。 昇天の起源は、一般的には、中国最古の石国である、戦国期の石古文に用いられた書体、大典が直接の起源と言われている。大典は、清州の戦王の時代、太し、州が公式文字、中文を定めた際に編纂した書物の名であると伝えられ、中文そのものの別名であるとされている。このようなことから、石古文の大典は、中文が、 戦国時代の真で受け継がれたものと考えられているが、その詳細には諸説ある。紀元前221年、旗は中国統一を成し遂げた。この際、法治の確立や土良公の統一のほか、文字の統一が行われ、商店が正式に統一書体として採用された。商店は始皇帝が理事に命じて中文、もしくは大店を簡略化したもの、あるいは、 李氏の信言により当時の真で行われていた中文由来の文字を採用したものとも言われる。始皇帝はこの焦点を権力孤児の手段として用いた。もともと甲骨文の時代から文字は権力の象徴であり、それを引き継いでのものである。現に自分を称える名文を刻んだ始皇七国籍を国内六ヶ所に建て、大いにその権力を示した。 また、焦点は旗が統一された法治国家であることを示すため、国の公式証明手段としても用いられた。土寮校の統一の際、決まった大きさの奮銅やマスが標準器として全国に配布されたが、これに、県領名と呼ばれる焦点を用いた証明文が金属製の場合直接刻み込まれ、木製の場合銅板に刻まれて貼り付けられた。また、 管理が公式証明に用いる官員にも用いられた。こうして商店は旗の国内政策の第一線を担う存在として扱われたのである。そのような国の意図とは裏腹に商店はすぐにその形を崩し始める。法治国家であるシーンでは仮想の役人が現場で事務処理を行うことが多くなった。彼らにとって複雑な形をした商店は極めて 書きづらいものであり、自然走り書きが多く発生する結果となった。このことが、昇天の書体の単純化、簡素化を生み、やがて霊書を生むことになるのである。霊変。紀元前206年に、旗が滅亡すると、疎官戦争を経て、全館が立った。全館とそれに続く五館では公式書体として、昇天ではなく霊書が採用されることになったが、このことには、 焦点の煩雑さを避けるためという意図があった。またこのような筆記手段としての役割を優先した文字制作は権力の象徴として存在し続けていた。それまでの文字の概念を漢に覆すものであり、甲骨文以来続いた古代文字の時代の終焉を示すものでもあった。一時信頼に公式書体に返り咲いたが、新たな滅亡とともに再び公式書体から外され、 以後しばらくの間商店は公的証明の名残から官員、公員に用いられるほかは、ほとんどの場合装飾的に瓦や鏡などの文様、石踏みや白書の表題などに用いられるに過ぎなくなる。また、五官代の資産公産費やすせ三欠命、三国時代の呉れにおける天発神神秘、法全国山費のように石踏みも少数ながら、 存在したが、いずれも、天や神への願望や、天のお告げを示した内容で、焦点の権力性がいつの間にか、天や神に通じる性質のものへ拡大され、神へ祈るための文字として認識されるようになっていた、ことがわかる。寛大以降、焦点は、その字型や、権力性から性質が変化することで、ごく一部を除いて、装飾や、 祭祀のための特殊な文字として認識されるようになった。そのような認識の変化がやがて文字そのものにも及ぶ。当初、漢代でははたから時代が遠くないこともあり、せいぜい霊書の書き方が入ったり線をかくばらせたりする程度の変化や崩れで済んでいた観点。しかし、漢末や陸朝時代以降になると完全に混沌状態になり、 焦点から大量の装飾書体が生まれるなど、どんどん本来の姿から遠ざかっていくことになる。その中でわずかに、五漢大、訓行学の大一人者、巨神が、受学研究の一環として、焦点を古代文字として、真正面から扱い、焦点を中心とした辞書、説問開示をものして辞儀などの解釈を成したが、あくまで学問的追求であり、 書における展開は見られなかった。このように姿まで変化させられ、日陰者として細々と命を流れていた、商店であったが、東大以降再び脚光を浴びることになる。当の中頃、詩人の官由らが、陸長の46弁令文を否定し古文、復興運動を行った影響で、書道にも、王義シーすなわち、霊書以前を志向する復古主義的な機運が生まれた。 そのような風潮の中、商店は、利用表などによって大きく注目されることになり、それまでの崩れた書法を廃した、本来の姿に近い商店による、書道作品や摂国が多く使われるに至った。これにより、商店は、書道界に一書体として再考することになる。五代十国の南東及び総代には、助言、助教代により、説問開示の工程へ。 注釈が行われ、現在見られる、説問会人のテキスト、大序本が作られるとともに、商店による書道も引き継がれた。またこの壮大以降、コインを収蔵し鑑賞する趣味が発達したことも、商店含む店書への関心を深める要因となった。会印または作品の制作者や収蔵家が所有権を誇示するために押した印には、店で官職名、もしくは、 本人の名や、ザウの名を彫っている者が多かったからである。もと、秋代以降はこの天章を用いた印象を彫る作業も、天国という書道の一ジャンルとして確立された。信代においては、交渉学の発達により、模刻や模写を重ねている紙の法上よりも当時の姿を止める石踏の方が書籍として信頼性が高いとの考えから、石踏みの研究が主流となったため、 それに伴って石踏みしかない時代の文字であった天書も、研究、著作が再び盛んとなり、書、天国ともに優れた作品が残されている。現代においても書作品、天国作品のほか、公的証明の役割の名残として印象に用いられることが多い。巨神が表したそのままの形を伝えるテキストは存在しないが、説問開示序文によれば、 神では公式書体として、大典、小天、国府、中書、院、母院、は、つのるの、力を、手に変えた、字、書書、ルマタ書、書書、霊書の八つを定めていたという、旗の八体。巨神から七百年近くが経過した残刊は、剣針からだという細長い書体が使われており、これが天書体の初期形ともされている。また、 全館を三脱指針を立てた王毛は、公式書体制定の際に、この八体を整理、古文、木屋座、天書、助書、牧天、ビュ天、長中書の六つにしたと言われている、真の六体。これら真の八体、新たの六体は、いずれも何らかの形で焦点と類縁関係にある書体であった。このうち代表的なものを以下に挙げる。真の八体の第一に挙げられる。 昇天の元となった書体で、昇天と体を成す名称。石古文に用いられた書体である。上述の通り、元が、聖宗の公式文字、中文であるという説があることから、中文と同一視されるがつまびらかではない。あざ形は、昇天と比べると装飾性が高く、文字全体のバランスも完全な方形ではないことが多い。 金文の特徴を強く残す文字であるが、一方でがに平行部が多く見られるなど、焦点の方がも見られる。真の八体に、第五、印、新たの六体に、第五、僕点として挙げる事態。その名の通り、印象用に特化した焦点のことである。現在見るような形の印点が成立したのは、関大以降と見られる。なお、関大に完成したため、 観点の一書体に数えられることもある。縦に長い焦点を印の正方形に収めるため、焦点の曲線部分や長くはみ出す部分を直線、接線で表現したもので、有機的な形の焦点よりも角張り、さらに整然とした印象を受ける。真の八体に第七、ルマタガキ、新たの六体に、第六、鳥虫書として挙げる字体。 春秋時代から新代にかけて矛など、部具の装飾用に用いられた、極めて装飾性の高い書体である。アザ型はうねうねと蛇のようにくねった細い線で、構成される単純なもの、鳥の頭や姿を模した飾りが、画の端々についているもの、さらに文字の原型を止めないほど無理やりに、鳥の形に変形させたものと様々で、そのほとんどが文様化して、解読不能である。 壮大以降の核王朝、また民族王朝の金において官員に用いられた商店。単に畳店ともいう。商店内紙は陰天の画を長く伸ばし、幾重にもぐねぐねと曲げて装飾性を高めた書体である。装飾部の折れ線が陰面を埋め尽くすように富じされるため、細かい線がずらずらと並んでいるようにしか見えないことが多く、半読性は限りなく低い。 実用よりも、会員の権威を示す役割を重視したものである。尚子の急上典の登場により、会員の衣装が完全に硬直化してしまい、以後の会員は、書道、美術の方面からは変え見られなくなった。前官を散脱して建てられた、新たでは、皇帝、王毛の盲目的な復古主義の影響で、公式書体に焦点が採用された。 旗の文字制作を模倣したもので、事実度良好を改正の上、標準器に公式証明文、過料名を商店で刻んで全国に配布するという、信頼そのままの政策が行われている。アザ型は、通常の商店の縦に細長い次回を守りながら、一方で、曲線部分を極端なまでに角張らせているのが、特徴で、商店と陰剣の間を取ったような独特の雰囲気の字型に、 なっている。線も極めて細い。三国時代の呉では、最後の皇帝へ、孫博の時代に、天発神神秘、宝禅国山妃と呼ばれる商店の石踏みが建てられた。両妃の商店は、極めて特殊で、天発神神秘は角張ってとがあった字型で、ごつごつとしており、宝禅国山妃は逆に線が非常に太く、もっちりとした字体である。 いずれも極めておどろおどろしい雰囲気で、後世の評価は極端に分かれている。このような異様な事態になった理由としては、両妃が神秘思想に被れた孫博の現実逃避の産物であったことが大きく関わっている。両者とも天のお告げを記すための一支踏みであり、そのために焦点の持っていた権力性が要求されたのである。 技巧場は、霊書用の筆で霊書の意を含ませて書いたためこうなった、と言われているが定かではない。いずれにせよこの両者にだけしか見られない、得意な商店と言うべきであろう。このほかにも、寛大末から、陸長時代にかけ、商店の装飾性を利用して、大量生産された、装飾書体が存在する。陸長時代、聖の正種よしがまとめた、 古今天霊文体には40種類余りの装飾書体が伝えられており、焦点からの派生であると思われるものがいくつか見られる。その中の、剣を張り点と呼ばれるがあの先を鋭く尖らせた書体は、節問会示の初期の写本、節問会示木部山間野空会による日本最古の辞書、天霊版正名義にも使用されている。同じく陸朝時代の梁には、 120体所と称して120種類もの装飾書体があったと伝えられており、書籍が現存しないため詳細不明。当代には転書を得意とした、そう、夢へにより、18体所とばれる18種類の装飾書体が伝えられている。また、詳細院にも、鳥毛転書屏風なる焦点の派生と思われる装飾書体で書かれた屏風が所蔵されている。 商店の資料は公式書体であった、旗の時代が短かったこともあり、極端に少ない。現在残るものとしては、思考七国籍の一部である、泰山国籍、牢屋大国籍、牢屋、大国籍、そして、土稜港の標準器の証明文である、県領名、その他木管、畜管がある程度である。しかも、泰山国籍は、わずか十字が現存するのみ、 1学本として十字本、29字本、53字本、165字本の4種類があるが、53字本、165字本を模刻した、石から取ったものとして生む気もある、は86字が残っているが風雨による侵食で文字が涙を流したようになっており、極めて保存状態が悪い。また、兼業名や木管、畜管も字型の崩れが見られ、 焦点の字体を厳密には伝えていない。このため、直接同時代の資料に当たることは極めて難しく、後世のものに頼る必要がある。幸い先日した巨神の説問会辞には辞書として基本的な文字が網羅されているので、本書に掲出する字は焦点の字型の標準として用いられている。焦点はじめ店書は、 書道の書籍として研究されるほか、漢字史の研究材料としても広く用いられている。これは、霊編や解書への展開により、字型が現在の形へ変化するうちに失われた様々な情報を、天書、中んづく商店が持っているからである。これと霊編の過程を見たりすることで様々な研究が成り立つ。例えば、右、左は似ている漢字なのに、 書き順は異なりそれぞれ払いと横棒を第一画目とする。解書のままではその理由はわからないが、焦点に戻ると、右の払いと左の横棒が実際有対象ながら同じ形をしており、第一画目であったことがわかる。それらが、例変の過程でそれぞれ払いと横棒という別の形に変化してしまったために、現在のような書き順になってしまったと説明できるので、 ただし正確な研究には、天書以前の鉱骨文や金文の情報も必要になる。すでに天書以前の段階で失われた情報も多いからである。事実虚心の説問開示は、鉱骨文や金文の知識がなかったために、様々な間違いを起こしている。前述の通り、焦点は現代でも、書道や印象の世界では、現役の書体である。 日常の書体としては、旅券の表紙や一部の店の看板に使用されている程度であったが、最近では字型の面白さから、装飾文字やデザインとしても用いられることも多くなっている。このことから、昨今の時流に乗って、商店を取り入れた、店書体フォントがいくつも作られるなど、デジタルの世界にも進出を果たしており、比較的気軽に商店を使用できるようになった。 従来は手彫りによっていた商店の印象作成も、これらのフォントを用いることで、比較的安価に素早くできるようになっている。このようにデジタル時代になり、コンピュータの恩恵に預かる形で日常生活の中に進出してきた商店であるが、進出の主な媒体が、点書体フォントというフォントであるゆえの問題点もある。書道用、点国用書体としての焦点は、 説問開示などしかるべき文献が基準にあり、字型が大きく、現状と異なっても手を加えることはしない。また当時存在しなかった字は、相当する別字で代用するのが普通である。造字行為は、よほどの理由がない限り避けるべきとされ、現在も、絶対にやるべきではない。やむを得なければやってもよい。こだわらず自由にやってもよいと人によって、 許容範囲が大きくなるデリケートな問題となっている。一方、天書体本トは字型に対してはかなり自由であり、説問開示の字型を基準とすると、間違いとされるような字型が通用していることが少なくない。また他の商店の字や例書、会書の形を参考にしたり、金を商店風に仕立てるなどして、大量の造字を行い、会書風の商店、新字体の商店、 かなの焦点という歴史的にあり得ないはずの文を生み出している。一見すると天書体フォントの制作態度はいい加減であるように思えるが、そう解釈すべきではない。天書体フォントはあくまでパソコン用のフォントであるため、その制作はデザインとしての側面を持ち、説問開示のような一つの基準に縛られる必然性が必ずしもあるわけではない。また、 実用書体として作られているため、アザ型が全く現在の書体と似ても似つかなかったり、また字そのものがないなどの現象が多発する、天書体そのままを使用することはできない。また、生命、会社名を記す以上、日本独自の字型、文字である、新字体や仮名に対する対応も必要になる。伝統と歴史を重視する、書道用、天国用書体の焦点とは、立場も、 存在目的も異なるのである。このようなことから、天書体フォントは、あくまで商店のデザインを実用本位で模倣した一種の装飾フォントであり、伝統的な商店とは違う。天書体フォントは戦術のように商店による印象作成を容易にしたが、逆に誰でも同じフォントを買って導入することができるようになったため、全く違う店で掘ったにもかかわらず陰影が同じ。 という事態が発生している。このことは焦点を用いた印象の証明性を下げる事態にもなりかねず、将来的に問題となる可能性がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。